水戸正氏は、日本の政治家、税理士、行政書士。衆議院議員、参議院議員、日本維新の会選挙対策委員長、民進党副幹事長、神奈川県議会議員などを歴任した。北海道羽幌町生まれ。後に、神奈川県に転居し、神奈川県立湘南高等学校、慶応義塾大学小学部卒業。 大学在学中、民社党所属の目黒区議会議員の選挙を手伝う、アルバイトを経験。1985年に大学を卒業し、オムロン勤務を経て1986年から、民社党のカス和幸1989年から、田中慶州の秘書を務める。1995年、神奈川県議会議員選挙に、 泉区選挙区から新進党公認で出馬し、初当選した。1998年、民主党決闘に参加し、神奈川県議会議員は3期12年務める。2007年、第21回参議院議員通常選挙に、民主党公認で、神奈川県選挙区から出馬し、得票数3位で当選した。2010年、民主党神奈川県総支部連合会幹事長に、 就任。2012年8月10日、参議院本会議で行われた、消費増税法案を含む、社会保障、税一体改革関連法案の採決では、党の方針に増反し、反対票を投じた。同年9月7日の参議院本会議では、参院選挙区の定数を4増4減する、当職選挙法改正案の採決で、再び増反し、 東方審に従わず反対票を投じた。9月11日、民主党に離党届を提出し、日本維新の会に入党した。2013年の第23回参議院議員、通常選挙では、日本維新の会公認で、神奈川県選挙区から出馬したが、得票数6位で落選した。同年11月19日、日本維新の会の神奈川県第5選挙区支部長に、 就任。2014年の日本維新の会の分党に際しては、橋本東領大阪市長による、新党結成を目指すグループに参加。分党後の日本維新の会を経て、祝いの党の合流による維新の党の決闘に参加した。同年の第47回衆議院議員総選挙では、維新の党公認で神奈川5区から出馬。 神奈川5区では自由民主党前職の境学に5万病町の大差で敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、当選した。2016年3月には民進党の結成に参加。2017年の第48回衆議院議員総選挙に対しては、希望の党の新人候補と競合することや、立憲民主党とは、 思想心情が異なることなどから10月5日に不出馬を表明し希望の党の候補者への支持を表明した2018年5月の国民民主党結成には参加せず無所属となった2019年8月翌年2月に予定される藤沢市長選挙への立候補の意向を示した2020年2月16日の投開票の結果 現職の鈴木つねおに敗れ、落選。2020年11月25日、次期衆院選において、日本維新の開港人で、神奈川12区から出馬することが決まった。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙では、小選挙区で3位となり、赤配率が名簿ない5位であったため維新が比例で、 獲得した3議席に含まれず落選した。ありがとうございます。